生まれたからにゃ女を喜ばせずに何とする。剣を直してもらいたい。剣を直してもらいたい。お断りだ。なんで？お前の足りない脳みそを精錬してやろうか。俺は断ると言ったんだ、坊や。だからなぜ？理由はお前がよくわかっているはずだ。お前に使われる剣がかわいそうだからさ。できているか？ああ、あんたが完璧だぜ。だが、ちょいとばかし難儀したぜ。なんせ初めて見る剣なんでな。ほら、よった。すまんな。ええ、重てえ。お前は！それを抜けば、貴様は死ぬぞ。今のお前は絶望に満ちている。殺す価値すらない。なぜ、なぜ僕の剣はダメで奴の剣は。あいつはモロクの町を混乱に陥れた。それなのに、どうして奴の剣を。剣の道に善も悪もないからよ。あえて言うなら、剣の心を悟らぬことが悪だな。僕は強くなりたい。ユーファを守るために。ただそれだけなのに。よこしな。剣をよこせって言ってるんだよ。
でも。さっきと目の輝きが違うからよ。あの男に会う前と後じゃ、お前さん、全くの別人だぜ。ただし、これだけは忘れるな。今度剣を悲しませるようなことをしたら、ただじゃおかねえぞ。来たぜ。ありがとう。女を泣かしても剣を泣かすんじゃねえぞ。二つとせ、男に生まれてきたからにゃ、武器を鍛えず。お前が戦ってこれたのは、お前の剣の力だ。お前の力なんかじゃない。お前に力などない。ユーファを守る力も、自らを守る力もないのだ。殺す価値すらない。おや、お前さんは。お前たちは。あれあれあれ、一緒にいたアコタンはどうしたのかな。振られちまったのかな。そんなに怖い顔するなよ。冗談だよ冗談。もしかしてあんた今一人なのかい。だったらあたいたちとパーティー組まないかい。あ、姉さん、そいつは。まあいいじゃないか。あたいもお前たちの顔ばかりで飽きてきたんだよ。これからこいつのローグ転職記念でイズルートにでも繰り出そうかと思ってるんだけどさ、どうだいあんたも。姉さん、ダメですぜ。坊やをからかっちゃ一緒に来るわけねえですよ。そうそう、だいたい弱すぎてお話になりませんぜ。いいよ、一緒にパーティー組んでも。ほらね、一緒にパーティー組むって。いいのかよおい。ああ、強くなれるなら何でもやってやる。あんた、その血走った目、あたいの好みだよ。姉さん、今回の主役はオイラですぜ。何情けない声出してんだよ。ほら行くよ。ミルク安いですよ。ミルク。商品の代理購入しますよ。高い高い、もっと巻き上がれ。文句言うとカートぶっ壊すで。